昔の人は、顔は心を映し出し、心は顔を変えると言います。つまり、外見は人の気分、考え、健康状態を明確に反映します。心が疲れたり、体が不調になったりすると、それは顔に出てしまいます。私たちは、人の外見、気質、顔から、過去と未来を判断し、予測し、寿命を予測することができます。 70歳を超えた高齢者の顔にまだこれらの兆候が現れている場合、おめでとうございます。あなたは長生きできる人かもしれません。また、顔に現れるサインは、病気や癌の兆候である可能性もあります。このビデオは2つのパートで構成されています。パート1、あなたが長生きであることを示す5つの兆候。パート2、あなたの顔に現れる7つの異常な兆候は、 あなたが体内の病気に苦しんでいることを示しています。まず、鈴木さんの話を聞いてみましょう。外食をしているだけなのに、まさか見知らぬ人に脳に腫瘍があるかもしれないと言われるとは思ってもみませんでした。信じられないかもしれませんが、実際に病院で検査を受けたところ、本当に腫瘍が見つかりました。命が救われました。数年前の出来事を振り返ると、 鈴木さんは未だに恐怖を感じています。食事中、隣のテーブルから見知らぬ男性が近づいてきて、健康に問題があるのではないかと尋ねました。鈴木さんは、そのような突然のアプローチに慣れておらず、すぐに不快感を覚え、強く反発しそうになりました。しかし、彼女が言葉を発する前に、その男性は自分が脳神経外科医であることを説明しました。長年の経験から、 彼は鈴木さんの顔つきや外見、さらには指の荒さが脳腫瘍の兆候である可能性があると感じたのです。鈴木さんは最初は半信半疑でしたが、その男性の言葉と切迫した様子に、無視することができませんでした。レストランを出る前に、彼は自分の電話番号を残し、できるだけ早く病院で検査を受けるように進めました。鈴木さんはそのアドバイスに従い、病院で詳しい検査を受けることにしました。 結果は驚くべきものでした。彼女は下垂体腫瘍と診断されたのです。幸いなことに早期に発見されたため、手術による治療を受け、鈴木さんは徐々に回復していきました。病院に訪れる患者に対して、医師は、診察室に入った瞬間から顔つきなどを通じて基本的な判断を下すことができます。これは特に70歳以上の人々にとって、 長寿を予測する重要な生物学的指標となります。この物語を通じて、顔つきや身体の変化が健康や長寿に深く関わっていることが理解できるでしょう。パート170歳以上の方の顔に現れる5つの長寿のサインについて見ていきましょう。1顔の肌はバラ色で明るいです。長寿の方々は、健康で明るい顔色を持っていることが多いです。これは、 全体的な健康状態が良好であることを示しています。中医学の理論によると、顔色が良いことは、血血が十分に循環している。証拠です。つまり、体内の血液がしっかりと流れ、肌細胞に必要な栄養と酸素が供給されているということです。血行が順調であれば、肌は引き締まり、輝きを放ち、体が効果的に機能していることを示します。 肌の色は遺伝や食生活、生活習慣にも影響されますが、顔色が良い人は、健康的な生活環境、ポジティブな精神状態、適切な栄養管理、そして体内の血血の流れが安定していることが多いです。これらの要因が組み合わさる。ことで、体は健康を維持し、その結果、肌にもその健康状態が反映されます。一方で、顔色が黄ばんだり、青白くなったり、 黒ずんだりしている場合は、深刻な健康問題が隠れている可能性があります。例えば、青白い顔は貧血や心臓の問題、体内の湿気の滞留を示すことがあります。特に、顔が黄色や青白い場合は、睡眠不足や休息の不足が原因であることが多いですが、適切に休息を取れば回復することもあります。ただし、この状態が、長く続く場合は、 体内に湿気が溜まり、内臓機能に悪影響を与えている可能性があるため、注意が必要です。2、シワが少なく、肌が引き締まっている。健康的な生活習慣を続けている人、例えばバランスの取れた食事、定期的な運動、十分な睡眠を心がけている人は、肌が引き締まり、シワが少ないことが多いです。これは、体内の代謝が順調であり、コラーゲンの減少が遅いため、 肌の弾力が保たれていることを示します。健康な人の顔は通常、しっかりとした輪郭を保っており、肌の弾力も良好です。しかし、顔がむくんで輪郭がぼやけてきた場合、それは体内の健康に問題があるサインかもしれません。特に、腎臓の機能が低下していると、顔がむくみやすくなります。こうした小さな変化を見逃さないことが大切です。三目が明るく済んでいる。 目は古くから魂の窓と考えられており、明るくソウルフルな目は活力に満ちた興奮した精神の象徴です。明るい目は健康的なライフスタイルの概面的な兆候だけでなく、良い精神と強い精神的健康も表します。ポジティブな気分を維持することは、生活の質を向上させるだけでなく、長寿にも貢献すると考えられています。目が輝いているときは、 体も心も健康な状態であることを意味します。さらに、目が澄んでいるということは、内臓、特に肝臓が正常に機能していることの表れでもあります。伝統医学では、肝臓は目と密接な関係があると考えられています。肝臓が健康であれば、目は明るく鮮明になり、ドライアイや過剰な分泌物などの問題が少なくなります。逆に肝臓の働きが低下すると、目がかすみ、 疲れや乾燥などの症状が現れやすくなります。目の周りの血管は体の中で最も細く、最も敏感なため、健康上の問題が目を通して明らかになる可能性があります。目や目の周りの血管の小さな変化は身体にケアが必要であるという警告サインである可能性があり、健康異常を早期に発見するのに役立ちます。4. 健康な歯 歯は高校の健康を反映するだけでなく、その人の骨の状態や腎臓の機能も示します。強い歯は食べ物を咀嚼するだけでなく、消化と栄養素の吸収をサポートするため、高校の健康は全身の健康に重要な役割を果たします。特に高齢者の場合、歯が健康であることは骨が丈夫であり、体が腎臓の機能を良好に維持していることを意味します。残念ながら、多くの人が若い頃から虫歯、 死肉炎、早期の歯の喪失などの歯の問題を経験しており、その後の人生の質に影響を与える可能性があります。世界保健機関は、健康的な老化のベンチマークである80から20基準を確立しました。したがって、人が80歳に達しても、咀嚼能力と全身の健康を確保するために、少なくとも20本の良好な歯を維持する必要があります。 これは高校の健康の指標であるだけでなく、セルフケアのレベルと健康的なライフスタイルの維持も反映します。定期的かつ適切な。歯科ケアは、長期的な歯の健康を保護するのに役立ち、それによって各人の寿命と生活の質の向上に貢献します。5. ふっくらとした唇。唇はその人の血液状態や脳の働きを映し出す鏡とも言えます。ふっくらとしたバラ色の唇は、 血液循環が適切で、体がうまく機能していることを示しています。コミュニケーションを取るときに、唇がはっきりと開閉し、はっきりと発音し、口角が安定してずれていない場合は、脳卒中の危険がなく、脳が健康であることを示しています。話すときに唇をコントロールできるということは、神経系や脳の器官が正常に、機能していることも示しています。話すときだけでなく、 食事の動きからも全体的な健康状態について多くのことがわかります。高齢者の場合、食べにくくなったり、食べ物をこぼしたりしなければ、血液が満ち、経絡が循環し、体のバランスが取れていることを示しています。これらの兆候は、健康的な生活と身体機能の良好な維持を反映しています。長生きするお年寄りをよく観察してみると、高齢になっても唇がバラ色で、 ふっくらしていることがわかります。これは健康状態が良く、血液循環が良好であることの兆候です。それどころか、健康上の問題を抱えている人の唇は乾燥してひび割れ、色が白や黒に変わってしまうこともよくあります。これらの兆候は、最新の注意を払う必要がある警告です。特に、唇に異常がある場合は、心臓血管や循環器に問題がある可能性があるため、 病院で検査を受ける必要があります。南デンマーク大学のカーレ、クリステンセン教授は、彼のチームが70歳以上の1826組の双子を7年間追跡した興味深い研究を主導した。この間に亡くなった675人のうち、外見と寿命の間には重大な関連性があることが研究で示されている。実際の年齢、性別、生育環境などの要因を考慮すると、 顔に顕著な違いがある双子は寿命が異なることが多いことが研究者らによって判明した。具体的には、老けて見える人は早死ににする。可能性が高くなります。双子は幼い頃は外見にほとんど違いがありませんでしたが、老年期に入ると顔の変化が顕著になり始めました。この変動の主な原因は、感情、生活環境、日常生活習慣の影響であると考えられます。 言い換えれば、人が前向きな環境で生活し、自分自身に気を配り、食事の問題やストレスを心配する必要がなければ、より若々しい外見を維持し、寿命が伸びるということです。クリステンセン教授は次のように、説明しています。人生で多くの困難に直面している人は、疲労、不安、ストレスの兆候を外見に表していることがよくあります。これはあなたの外見だけでなく、 全体的な健康にも影響を与えます。人生における困難やストレスのレベルは、シワから肌の色に至るまで、顔に刻印されることがよくあります。興味深いことに、セルフケアと健康的なライフスタイルは、若々しい外見を維持するのに役立つだけでなく、身体的及び精神的な、健康にも良い影響を与えます。バランスの取れた食事、定期的な運動、 適切なストレス管理は寿命を伸ばすのに役立ちますが、不健康な習慣は老化プロセスを加速する可能性があります。従って、人が長生きできることを証明する5つの特徴に加えて、注意が必要な7つの特徴もあります。これらは、体が病気に侵されている兆候であるためです。これはこのビデオのパート2です。1顔の黄ばみ。顔の肌が異常に黄色くなっている場合は、 肝臓の病気の症状である可能性があるため、注意が必要です。横断の状態は、顔だけでなく、眼球の白目部分、結膜、そして全身に広がることがあります。臨床医学では、この現象を、横断と呼び、これは肝臓の問題を示す典型的な兆候の一つです。横断は、肝臓が毒素を処理したり、胆汁を生成したりするのに苦労していることを示す可能性があり、 それによって全体的な健康に悪影響を及ぼすことがあります。この症状が現れた場合、すぐに病院に行って肝臓の機能を検査することが重要です。早期発見と治療は、健康を守り、重大な合併症を防ぐ助けとなります。2位目の周りのクマ目の周りの皮膚は非常に薄く、血管が多く存在するため、微小循環の乱れがあるとすぐに現れます。 目の周りにクマができ、顔全体が暗くなっている場合、これは肝硬変や末期腎疾患、または肝心症候群などの深刻な問題を示唆する可能性があります。さらに、熊に加えて唇が青紫色になっている場合、それは肝動脈疾患に直面している可能性があります。これらの兆候は見逃してはならず、健康が脅かされているかもしれないことを示しています。この状態が見られる場合は、 早急に病院で検査を受け、健康を守り、合併症を防ぐための適切な対策を講じることが重要です。3梅の周りの白いは、高齢者の中には、角膜の縁に開白色の薄い輪が現れる人がいます。これは通常、1から2ミリメートルの幅を持ち、角膜老人はと呼ばれ、動脈硬化の兆候を示すことがあります。角膜老人間は、質の蓄積によって形成され、 その存在は心血管疾患や循環器系の問題のリスクが高いことを示唆する可能性があります。これは高齢者に一般的に見られる兆候ですが、無視してはいけません。健康に問題がある兆候である可能性があるため、このような症状が見られた場合は、医師に相談して検査を受け、適切な助言を受けることが大切です。これにより、心臓の健康を守り、健康的な生活を維持する助けになります。 四目の腫れ。睡眠不足、塩分の取りすぎ、または泣きすぎは、目の腫れを引き起こすことがありますが、これは通常、心配する必要のない生理的な反応です。しかし、毎朝目が腫れており、頻尿や排尿時の痛み、排尿回数が多いといった症状を伴う場合、これは急性の泌尿器系感染症の兆候である可能性があります。さらに、腫れが一日中引かずに持続する場合は、 甲状腺機能低下症のリスクに注意が必要です。甲状腺機能低下症は、粘液水腫と呼ばれる特有の腫れを引き起こし、顔や目に影響を与えることがあります。これはホルモンバランスの乱れを示すだけでなく、より深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。このような症状が見られた場合は、医師に相談して早期に検査を受けることで、健康を守ることが重要です。 五青紫色の唇。唇が青紫色になる、医学的に、チアノゼと呼ばれる現象は、血中の酸素飽和度が低下した時に起こります。これは体が深刻な健康問題に直面していることを警告するサインです。一般的に、心不全や心機能低下、冠動脈疾患などがこの症状を引き起こす可能性があります。また、 肺の機能が低下すると血中の酸素不足を引き起こし、それが唇の青紫色化を招く可能性があります。もし自分や他人の唇が青紫色に変わっているのに気づいたら、軽視してはいけません。これは心臓や肺の問題の兆候であり、すぐに治療が必要です。早急に医師に相談して検査を受け、健康を守るためのアドバイスを受けることが重要です。6. 異常な鼻 鼻先が腫れている場合、それは心臓の脂肪蓄積や心疾患の進行を示すサインである可能性があります。もう一つの異常な兆候は、赤い鼻です。これは心血管疾患の初期症状である可能性があり、しばしば高血圧や過剰な塩分摂取、アルコールの消費に関連しています。さらに、微量に横向きの手話がある場合、これは冠動脈疾患や肺の病気が存在する可能性を示唆しています。 これらの兆候は死してはいけません。深刻な健康問題の兆しである可能性があるため、早急に医師に相談して検査を受け、健康を守るための適切なアドバイスを受けることが大切です。7、耳たぶの死は。心臓や血管の機能が低下している人は、長期間にわたる酸素不足により結合組織が退化し、その結果、耳たぶに最も顕著な影響が現れることがあります。特に、 耳たぶに縦に走る手話が現れることがあり、これは耳たぶの手話と呼ばれています。この現象は単なる見た目の問題ではなく、重要な健康指標です。2014年の研究では、虚血精神疾患を患っていない1885人を調査したところ、耳たぶの手話を持つ人の60.4%が冠動脈疾患を患っていることが判明しました。耳たぶの手話は、 虚血精神疾患や心筋梗塞と密接に関連している可能性があります。このシワが見られた場合、軽視せず、医師に相談して早期に検査を受けることが大切です。早期発見は、心臓の健康を守り、将来的な深刻な合併症を予防する助けになります。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンと、コメントしてください。 そうでない場合は、ゼロとコメントしてください。あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。